二十歳過ぎてから人生を重く捉えてしまうのですが、どうしたら軽く考えますか、考えられますか。二十歳過ぎたんだから人生を重く捉えてください。子供じゃないんで。二十歳過ぎてからっていう考え方も変わるんですかね。もう18歳で成人になるから、18過ぎてからみたいになるのかな。地方から関東へ出てきたいのですが、きっかけがひねり出せなくて踏み出せずにいます。どうでしょう。なんか勢いで僕がワンルーム借りるんで、もうそれで出てきませんか。それの方がいいと思いますね。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか。技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったら、めちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか。理系を選んだ方がいいと思います。利点するのは難しいんですけど、分点するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったら、こういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。就活が嫌すぎます。どうしたらいいですか。そんなに働かなくてもいいと思いますけどね。働かないと、まあお金ないとみんなしんどいのかな。お金なくてもね、なんちゃなるとは思うんですけど、働きたいのかな。だとしたら、嫌な就活した後も嫌な、ね、働く人生が続くので、あんまりおすすめやっぱできないんですけど、就活頑張って、まあこれから社会人、会社人を続けるとしたら、頑張っていい会社、いわゆるいい会社に入った方が、その後の人生が楽なので、今嫌な思いしといた方が、トータルで人生全体での嫌な思いってのは減ると思います。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてって、そこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状、ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか。マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。春から大学生になったので何か始めたいと思っています。大学生の時にやっておいてよかったなと思うことを教えていただきたいです。もっともっとチャラい遊びしとけばよかったなとは思いますね。チャラい遊びはもうどうせ、それこそ先ほどの年齢の話じゃないですけど、年とともに本当にしんどくなるのと、お金はね、もっとね、チャラい遊びやりやすくはなるんですけど、お金がない中でやるチャラい遊びが一番楽しいっていう説をよく聞くので、ハメ外しとくのがいいんじゃないかなと思います。それは男女問わずに。一人暮らしの祖母と近いところにいて、なるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり、地元で家から近いところを選び就職し、実家から帰っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子から、なんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人言うのかな。ただ単にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が、人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。就活がきつくて親のコネで入社した新社会人です。漠然と今の仕事は好きではないし、そのうち社内でも立場なくなるのが分かるので自立して転職2回書いてある、転職したいのですが、その手間を惜しまないほどやりたいこともなければ、何かできるスキルがあるわけでもない人間です。どうしたらいいでしょうか。親のコネで転職したらいいんじゃないですかね。転職はできないの。親のコネで入社できるって最強じゃないの。
でもなんとなく、まあ親がね、立場が弱くなっていくってことなんでしょうね。そこまで強い立場でもないというか、親が経営者ではないという感じなんですかね。いや、漠然と今の仕事続けるしかないんじゃないですか。何もしたくないってことですもんね。何もしないでしばらくいましょうよ。多分どうにもなんなくなりますから、そのうち。その時に焦りましょう。焦ったことがないのにね、焦る方法を教えても、まあ、どうせ焦ってくれないと思うので、一回追い込まれた方がいいんじゃないですかね。でも親が金持ってるぐらいなんで、追い込まれても多分なんとかなるので、一回追い込まれましょう。その時また考えたらいいんじゃないですか。得意なことが何もない自分がずっと嫌いだったのですが、最近はダメな自分を受け入れて生きていくしかないと考えるようになりました。この考えにシフトしてから生きるのが少し楽になってきたのですが、甘えだと思いますか？甘えだと思います。でも甘えた方が楽なこともあるからいいんじゃないですかね。ダメな自分を受け入れて生きていくっていうのは基本的に、まあなんだろう、仏教的な考えなんですけど、あるがままみたいな考えなんですけど、それで成長をサボるっていうのはまた違うので、成長しづらい自分を受け入れるのが一番いいと思います。彼女に期待しすぎてしまいます。期待しないようにすればどうすればいいのでしょうか。どれぐらい何を期待してるのかによりますけど、いいんじゃないですかね。どうせ来年か再来年には違う女性好きになってると思いますよ。それ前提で付き合った方がいいと思います。そうやってなんかハードル下げておくと、なんかちょっとした時にすげえ好きになったりするので、はい、それぐらいでいいと思います。コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに、これってどう思いますか？人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。で、そんな人もいっぱいいるので。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や、自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる、そういう人が一番いいですね。荷物多い日は10キロ持って2時間かけて音大に通っています。大物になるので都内防音室付き賃貸借りてくれませんか。大物になってくれるならいいですよ。借りようかな。でもこういう人って借金するのはすごい嫌がるんですよね。本当に大物になってくれるなら全然苦じゃないはずなのに、じゃあ1000万円貸しますって言うと、貸すんですかみたいな感じになるんですよね。本当に借りてくれるんだったら、ちゃんと借用書書くんで1000万円借りてくれるんだったらなんかいいなと思いますけど、ちゃんと利子もつけて払い返してくれるなら全然いいなと思いますね。抵当とかちゃんとつけて。さらば青春の光、東袋さんの活躍はどのように感じていますか。袋さんと仲違いしているのですか。 YouTube コラボはありますか。いや、何も、普通の知り合いですね。なんか東口っていうね、昔からね、東口がよく元コンビでなんかちゃんとやってたような言い方するんですけど、学生の時ちょっと遊びでやってたぐらいなんで、なんか元コンビって感じもないんですよ。だからそんなに熱いつながりないんですよ。であいつやっぱ口がね、適当に喋るから、なんかすごい大げさな感じでネットニュースがなってるだけで、別にそんな普通の友達です、知り合い。はい、YouTube コラボありますか。いや、さらばは YouTube 面白い YouTube なんだから、こういうなんか芸人が やらなそうなヘンテコなチャンネルとコラボしたくないでしょ。あの人たちで面白いことやりたいでしょ。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おー、結構したっすね。今彼女はいないようですが、好きな子はいると話してくれてます。あー、じゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど、お姉さん的な人だと思ってますって感じる場合って、往々にして何とも思ってないケースが多いので、今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも、男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいと思うのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないので、ちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。国語が苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしている時に私だけペン
音の走る音や問題用紙をめくる音が響くとなんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか。そんなん恥ずかしいと思う、誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力が持つんだから、立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。私の会社は大卒1年目の基本給と高卒5年目の基本給を比べると大卒1年目の基本給が高いです。仕事内容は同じ人もいれば違う気になります。私は高卒なのですが4年間働いて仕事について学び、会社に貢献している自分よりも入社したばかりで研修をしている人の方がお金をもらえていると思うと虚しくなります。今までの4年間は何だったのでしょうか。カズレーザーさんは高卒と大卒の基本給の差についてどう考えていますか。大卒の方が高い会社は、まあ、往々にしてあると思います。特に日本は同一労働同一賃金っていう流れになっていくと思いますけど、まあ多分まだまだ先だと思うし、完全に採用する企業っていうのは、結構少ないと思います。そういうもんとしか言いようがないですね。不公平感はもちろん感じると思うんですけど、それが分かってて、大学に行く人もいるっていうことです。仕事内容、仕事の成果で正当に評価されてないと思うなら本当に転職を考えた方がいいと思います。4年間働いて結果を出している、会社に貢献してるって思えるんだったら多分学歴関係なく雇ってくれるところはあると思います。そうなってないとしたらスキルが伸びてないっていうことなので、スキルを伸ばす働き方からしてうまい具合に転職してください。地理と政治経済の勉強は分かりません。多分この書き方だと学校の勉強、高校とかね、受験までの使い方なんだと思いますけど、政治経済はもう 100% 暗記科目なので別に同等になります。あんまり政治経済で長い文章を書かせる、まあ、英語入試とかじゃない限りあんまりそういう系のやつってないので、全然暗記で基本なんとかなります。そもそも政治経済で暗記で答えが出せないようなやつを学生受験生に聞いたところでろくな答え返ってこないので、多少記述があるにせよそれの模範解答もある程度決まっているので、そんなに深いやつはありません。分かんない、東大とかで何かあんのかなとか京大とかであんのかなってのは知りませんけど、基本的には大丈夫だと思います。地理もほぼほぼ暗記でなんとかなるんですけど、ちょいややこしい問題も出てくるので、まあ、そこまでは勉強法が分かりませんってレベルじゃないと思うので、とりあえずまるっと覚えちゃうのが楽だと思います。対応できないやつは対応できなくても合格点には達するので、まあ覚えりゃなんとでもなります。予備校に通ってる JK です。 JK 女子高生ってことですよね。要潤じゃないですよね。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。あ、好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと、あの一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど、多分あのどこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ、人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで、あの気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいので、いっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとあのどこにでもいるってことを認められないままあの人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうので、やっぱそれをねいっぱい経験しておかないと、誰かを好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛ってすげえ簡単なことなんで、そんなに人生のキャパ取られるようなものじゃないんで、あ、また好きになったなぐらいで過ごせるようになるまでいっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はお金払って通ってるんで授業に集中した方がいいと思いますね。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので、うわめっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おお。だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか。高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになるって思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなんて、もうやっぱいろんな人と付き合ってないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強い、なんか魅力的な
目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあ そういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方がやっぱ先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼氏がいるってなったら彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ、依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。あ、自己肯定感かなくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。嫌なことを言われるとすぐ傷ついてしまいます。考え込まないようにしたいのですが、何か方法はありますか。嫌なこと言ってくるやつが悪いんだから傷ついてもいいんじゃないですかね。でそいつと距離取りましょうよ。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか。部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てるってことは部活の方が好きなんでしょうね。で勉強が好きになる方法ありますか。好きじゃないんですよね現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ勉強、試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとか、そういうなんか分かりやすい旨味が見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ今部活の方が好きなんで部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えて、あ、この部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいんで、人間そんなに器用じゃないので複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので、部活を嫌いになってその分勉強を好きになる、もしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込まない、落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか。まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない、起きれなくてもまた多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。今年で社会人3年目です。大学中退して地元で就職しました。大学卒業の方が給与がいいのは分かります。給与がいいのは分かります。でも学生時代のバイトや今の仕事で学歴はもはや関係ないと思ってしまいました。カズさんは学歴仕事ができるか人間性でどれが一番大事だと思いますか。自分でおっしゃってるじゃないですか。大卒の方が給与がいい。そこが学歴っていうことです。学歴は一個 の記号であって、ね、自分っていう、 もう相対を形作るステータスの一個であって、それがあるかないか、背が高い低いとか足が速い遅いとか、なんか美人かそうじゃないかとか、息が臭いか臭くないかとか、本当にどうでもいい要素の一個でしかないんですよ。でもどうでもいい要素がいっぱい集まって人間になってるので、はい、人間性の中に学歴もしかしたら含まれるのかもしれません。で仕事ができるかどうかで評価してほしいんだったら、それで評価される仕事を選ぶしかないです。関係ないことはないと思いますね。いつも楽しく拝見しています、一番効果のある少子化対策って何だと思いますか。待って、手厚い保護とか支援っていうことになるんでしょうね。分かりやすいので言うと、少子化を止めるわけだから、子供を作りやすい状況、子供を作りたくなる状況っていうことが一番大事なんじゃないですかね。
今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われ、どうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか。ほえー、まあずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、あの面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをあのどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ、多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、あのこいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれ辞めるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせ辞めるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったら、まあ儲け物ぐらいなんで。ふざけたやつって、あの年取れば取るほど周りにいなくなるので、あのやっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分このこいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです。この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね、共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとかいうやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、あのしばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。他人に好かれる人間になるにはどうしたらいいですか。うわー、わかりません。でも自分が好きじゃない人を好きじゃない人に好かれても困ると思うから、もう博愛的にいろんな人を好きになるのがいいんじゃないでしょうか。まだ八方美人は嫌われるって言うけど、普通にツッケンドンのやつより八方美人の方が少なくとも上なので、とりあえず八方美人になるのがいいんじゃないでしょうか。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。あー、でも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょう。そうするとね、ある程度あの面倒くさいこととか逆に不便だなと思うことがあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。一人暮らしなんですが、どうやら下の階に音が筒抜けなようで、冷やかしや嫌がらせをされてしまいます。引っ越してきたばかりで解約金がかかってしまうので対策をしたいんですが、何か良い方法はありますか。音を立てないように細心の注意と防音マットも敷いています。あ、でもそれでも筒抜けなんだ。そんなに下の階に音が響くことある。歩くときも別にドタドタ歩いてるわけじゃないんでしょ、まあ、下の階がそういうのめちゃくちゃ気にするタイプのやべえやつって可能性はあるけど、やべえやつなんだったらそのどんだけ金がかかっても引っ越した方がいいです。やばいやつが一人いるともう人生マジで困るので、絶対引っ越した方がいいです。借金してでも解約した方がいいです。引っ越す前にそういったことに気づける方法などご存知でしたらお伺いしたいです。内見行った時にドタドタ歩いてみたらいいんじゃないですかね。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい、不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか。美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後は死ぬことって関係ないじゃないですか。生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと。先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか。フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですって、どういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。この頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、
はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になり、さらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当よくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップもいけるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1月1日から100日間筋トレを頑張るって決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ。しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を一回味わってください。一緒にいるとしんどいから距離を置くと、逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人から迷惑を受けてるのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるのかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日持ち運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。母親の言動に嫌悪感しかなく、一緒にいて不快ですって。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず、偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか。お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。私は20代中学教員です。激務で辛く感じており今後も続けるかを悩んでいます。朝7時から22時までの仕事、それ以上の日もありますと。体力持たないです。休日出勤もありなかなか休めません。しかし子どもたちと関わる時間や成長していく過程、授業することはやりがいを感じておりとても好きです。また自分自身に合っている仕事だと思います。労働条件に不満なのだと思います。この先仕事内容が好きだから続けるか、それとも労働条件に納得いかないから辞めるか迷っています。カズレーザーさんからアドバイスいただきたいです。不満が出てるんだったら辞めた方がいいと思います。それは労働条件に納得いってないってことなので、仕事内容が好きだから、お金以上に好きなものがあったとしてでも暮らしていけなくなるんだったらやめた方がいいと思います。他にもっと稼げる方法があるなり、効率のいい収入を得る方法を見つけて、その中で別の方法で子どもたちに携わっていく道を僕は探します。収入でも大体の収入というのはまあ我々も分かるので、基本的には割に合わない仕事だと思います。先生ってのはそれぐらい大変なので僕はやりません。ただ誰かがやんなきゃいけないのでね、僕はやめた方がいいと思います。本当に収入に合ってない、本当に割に合わない大変な仕事だと思うので、先生っていうのは行動を起こしてもっと収入を上げた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。今まで人を見下したことはありますか。めっちゃあります。みんなあるでしょ、そりゃ。いや、めっちゃあるでしょ、そりゃ。ない人いるのかな。います。路上で寝てる人とか、ベロベロになって寝てる人とか、やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、
あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたのを覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。漠然と海外移住したいと夢見ていたのですが、実際は特別なスキルもなければ専門職につけるほどの頭もなく現実的じゃないと思い、諦めるしかないのかなって考え始めました。ですがこうやって夢を持ったのが初めてだったので、なかなか諦めきれません。自分の中でどう折り合いをつければいいのでしょうか。はあ、諸外国から日本に結構安い賃金で働きに出てきてる方いるじゃないですか。移住っていうのは別に必ずしも裕福なケース以外にもいっぱいあるので、腹さえ食っちゃえば別に移住はできると思います。なんかそうじゃなくて、幸せな海外移住がしたいってことは、多分幸せな暮らしがしたいってことだと思うんで、それは今の日本でもなかなか特別なスキルや専門職じゃなかったらできないかもしれないので、全然諦めるとかじゃない気がしますね。現実を受け入れるか、スキルを磨くしかないんじゃないですかね。通信制高校に通っている2年生です。へ、学校では中学レベルの授業が多く、基本自分でずっと映像授業や参考書、問題集を活用して受験科目だけ勉強しています。おですが、現代文の問題を解く際や小論文のための他の科目の授業を大事にしろと映像授業の先生がおっしゃっていました。そこでもう少し自分に教養が必要だと感じたのですが、幅広く教養をつけていくためには他の科目の勉強もある程度しておいた方がいいのでしょうか。勉強だけで得られる教養っていうのは、勉強した同士のなんかあるあるみたいなもんなんですよ。同じ勉強してきて同じ程度のなんかものを知ってるから、それを共有できる、それを勝手に教養って思ってることが多いです。多分今大学に行くのが今のところの一番大きな目標になってるんですよね。まあ、本当はもっと先の目標があるといいんですけど、まあ、それを作るっていうのは難しいので、とりあえず大学に、多分受験勉強してるところは大学に行きたいなと思います。それを今頑張ってやるのがいいと思いますよ。ご自分で結構ちゃんと勉強してるっぽいので、とりあえず勉強いっぱいしてください。もっとね、広いいろんなジャンルのことに触れられたらいいんでしょうけど、まあ、通信制高校、まあ、家庭の事情とかいろいろあると思うので、無理を言ってもしょうがないので、でも勉強できてるんだったら、多分しかも興味がね、外にいろいろ向いてるので、他のこともちょっと身につけとこうかなみたいになってる。それでも大学入ってからでも全然できますから、まあ、若いうちにできてにやるに越したことないんですけど、大学入ってからでも大丈夫なので、とりあえず1個目の目標を解決するべく、受験勉強してみたらどうですか。その後でも大丈夫ですよ。話したいことがあっても勇気が出ないとき、どうしたらいいと思いますか。勇気であり何なりっていうブレーキが働いちゃうってことは、そこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが、諦めた方がいいですか。いや、諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので、もちろんね、その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いや、たまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5、違うぐらいの差なんて大した差じゃないので。この人が東大受けるなら全然違う、東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで、気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし。担当業務の中で苦手な仕事があります。何回こなしてもうまくいかず、終わっても達成感がありません。苦手な仕事をどのように乗り切っていますか。乗り切れるんだったらもう時間をかければいいんじゃないかなと思います。頭使わない仕事するのが僕は苦手なことが多いですね、ルーティンワークの方が。でもそれってもう腹さえ食って無心になれば、まあ時間くれば終わるじゃないですか。そこは我慢できるんですけど、頭使う上に苦手な仕事もたまにあったりするんですけど、それはもう向いてないんでやめますね。この春から大学生になりましたが、国公立が不合格で地元のいわゆるエフランと呼ばれるような大学に行きました。ですがやはりエフラン大学はレベルが低い、人間の質が悪くて授業内容も中学レベルです。私は地元の進学校に行っていたので少し物足りなさを感じます。私は警察官になりたいのですが、早くこの学校を出たいので高卒枠で受けるのはあれだと思いますか。いや、なんで浪人したら、お金の都合で浪人できなかったのか。でも入学する金あったんだったら浪人した方がいいし、今すぐやめた方がいいんじゃないですか、ね、人間の質が悪くって言い切れるぐらい嫌なんだったらやめた方がいいと思います。で、進学校になったらそれは国公立に受け直すのがいいんじゃないですかね。最近事故りました。駐車場で無人の車にコツンとぶつけてしまいました。事故の相手に友達になってほしいと言われ、
なんやかんややり取りの後友達になりました。事故当日深夜だったのもあり会えてなかったので先日初めて会い食事をしました。悪い人ではないのですがご飯粒をめちゃくちゃ残してる食めちゃくちゃ残して食事を終える人でした。そこがどうしても受け付けません。そして相手は気に入ってくれたようで好意を持ってくれています。友達として関わっていいでしょうか。そうですね、すごく面白そうなので友達としてもうちょっと深い付き合いをしてみたらいいんじゃないでしょうか。何かすごい話が生まれそうなのでとりあえずしばらくは付き合ってみてください。なんかもうちょっと仲良くしてください。ボキャブラリーを増やしたいのですが本や新聞を読み尽くすしかないのでしょうか。他の方法があれば教えてほしいです。何のためにボキャブラリーを増やしたいかによりますね。小説家になりたい、作家になりたいんだったらもう本当にいろんな言葉は知ってた方がいいと思うんですけど、語彙数が少なくても面白い文章っていうのがあるのも事実です。硬い言葉を勉強したいなら新聞読むのがいいと思います。そしたら新聞っぽい言葉がつくので。どんな言葉を喋りたいかによります。面白い言葉遣いを増やしたいなら芸人がやってる大喜利とか見るのも面白いと思います。ただ言葉を知ってて引き出しが多くてすぐにそれを取り出せても、いろんな言葉を知ってるだけでボキャブラリーが豊富だなっていう評価に多分つながらないと思います。目的をまずちょっとはっきりさせた方がいいと思いますね。高卒で就職してから2年が経つんですが趣味という趣味が全くなく始めても続かないことが多いです。ああ、僕もないです趣味は。頭が悪い僕でも続けられる趣味みたいなものがあればぜひ教えてもらいたいです。いや、なくていいじゃないですか。なんで作りたいの趣味ないならないでいいんじゃないですかね。高校受験に失敗しました。じゃあまだ中学生ってことですか。塾で完全個室でめちゃくちゃ勉強しました。しかし家庭学習中イヤホンで音楽を聴きながら歌ったり途中で違う曲を検索したり集中せずにスマホを片時も傍らから離さずやっていました。自分的にはやる気を出させるためでしたがそれが原因ではと言われます。カズさんもそう思いますか。思います。僕は全く音楽を聴かないので、はい、あのいろんなところで音楽をかけ気遣ってねかける人がいるんですけど俺静かな方が好きなのでそっちの方がやっぱ集中力は上がって自分では上がってると思いますね。スマホも片時も片輪が離さずやっていました。勉強に必要ないもんですもん基本的に。多分それが原因だと思います。まあ、それが原因じゃないとしたら学力が足りてないって話になるじゃないですか。それは身も蓋もないし救いがないじゃないですか。何かを原因にして生きた方が気持ちが楽だと思います。めっちゃ真面目な質問なんですけど生きてる意味って何だと思いますか。いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすればだらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので意味なんて持たない方がいいと思います。30代女性会社員です。仕事以外の時間が暇で新しいことを始めたくてボクシングジムへ通おうと思っています。軽いフィットネス系のジムよりもスポーツとして真剣に取り組めるところが良いのですがこの先プライベートな時間の使い方が変わって仮に暇でなくなったら通いたくなくなるかもと思うと入会に踏ん切りがつきません。このタイミングで入会した方がいいと思いますかしない方がいいと思いますか。興味ある時点で入会した方がいいと思います。で、あのガチのところ入会するのがいいと思います。女性会員ね少ないんでねすげえ安く買えるとこって結構あるんでそれがいいんじゃないですかね。とりあえず入ってみて別にいつ辞めてもいいじゃないですか。大した額かかんないですよ。めちゃくちゃグッズが必要なスポーツでもないので意外とお金かかんなかったりするのでとりあえずやってみたらいいんじゃないですかね。爪を噛む癖がやめられません。爪用の苦い薬や あれやってもダメなんだ。手袋なども試してもダメでした。ダメなんだ。そう、じゃあもうしょうがないんじゃないですか。爪噛む人だと思って周りも接してくれると思いますよ。まあそれを嫌がる人はいますけど気にしない人も全然いるんでね。性欲を消す方法を教えてください。もったいない、消しちゃうんだ。それはもう仏門に入って1年間本当にね1年なり2年なり3年なり本当のお修行をされるのがいいと思うんですけど、性欲を消すっていうのと断酒はまた違うと思うんですけど、要はシンプルにやっぱりまあ、多分こういうことを言う方は男性が多いと思うんですけど、もう本当に一生消していいんだったら金玉取るっていうのは俺はいいと思いますけどね。やっぱそれによって不幸になってる方もいるにはいるので、違う生き方を、あとこの方が何歳か分かんないですけど、あと10年20年なり30年なり性欲ない方が幸せになるなっていうのが見えたならね、外科手術頼るのもいいんじゃないですかね。
ポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。最近涙もろく、今日は数学が解けなくて悔しくて泣いてしまいました。対象を教えてください。数学が解けなくて悔しいってことは数学そんな得意じゃねえんじゃないかな。数学すげえ強かった学生時代の友人とかって別に解けなくてもなんか楽しそうだったので、多分今そんな楽しく数学やってないと思うんで、それは歯食いしばって必要な点数、多分まあ数学っていう書き方してるんで実利的なものじゃない、多分社会人じゃないと思うんで、社会人だったらもっと細かいジャンルで解けなくて悩むと思うので、受験とか学生さんじゃないかなと思うので、必要な点数になるまでは頑張って解いてください。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて、家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。まあ、一人暮らしは別にしたら結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったらそれは多分辛いんじゃないですかね。この人は気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、人から頼られて嬉しいなって思いそうですけどね。最近どんな本に読まれましたか。最近なんだ、ジョン・フォン・ノイマンっていうあのマンハッタン計画に参加していた、悪魔の頭脳とか火星人とか呼ばれてたすっごい頭いい人 の、 あの評論評伝みたいなの読みましたね。ついさっき読みましたね。7年間好きな人がいます。でも関係を壊したくないから思いは隠しています。はあ、関係を壊したくない気持ちとどんどん欲が出てしまうの両方を満たすのは不可能ですか。不可能でしょう。なんですかね、関係を壊したくない、そのパートナーとかの関係ではない、恋人っていうわけじゃないんですかね。でも好きなんですね。7年、この方がおいくつか分かんないですけど、7年経って進展ないなら多分脈はないんじゃないでしょうか。自分に自信がなく人生の岐路において選択するたびに後悔のような不安がつきまとってしまいます。考えても仕方ない不安を打ち消す方法は何かありませんか。はあ、ないと思いますよ。不安はずっとあるんじゃないでしょうか。不安持たないってのは極論バカになるっていうことなので、バカになってもそんなに人生損はないぞってなんか腹くくれるんだったらバカになっちゃうのが一番楽だと思います。バカになっちゃうと不安は、はい、全然感じなくなります。でもバカになって失敗した場合取り返しがつかないので、それが怖いんだったら不安でいた方がいいんじゃないでしょうか。不安を打ち消す方法っていうのはそれぐらいですね。なんかメンタル系の本読んだりとか、ね、そういうのやってもそんなに消えないと思います。もしくはめちゃめちゃちゃんと計算してリスクヘッジしながら生きるっていうのもあるんですけど、まあ、それをやってる時点で多分不安はねなかなか消えてないと思うんで。高校時代人間関係とか進路とかで深く悩んだことありますか。どうやって乗り越えましたか。いや全然悩んでないんでちょっと乗り越えたことがないです。人生の岐路にあります。人生の中で大きな選択はいくつかあると思いますが、回数を追うごとに後戻りできないような気がしてしまいます。そのような大きな選択とはどのように向き合うべきでしょうか。後戻りできないんだ。まあ、時間がね限られてる。人間は死から今のところ逃れられないようなので、リカバリーする時間っていうのが短くなっているのかなと思いますけど、その分生きてきた知恵みたいのがあるのでリカバリー能力は上がってると思う。手の手どうでしょう。そう考えたら多分後戻りもできるんじゃないかなと思いますね。会社の先輩から理不尽な扱いを受けてモヤモヤします。これくらいできないと困るとか、私の時なんてそんなんじゃなかったということを聞こえようかし言います。
その先輩は自身が育休明けの時にあまり優遇されなかったという思いを持っているようです。私の時なんて誰もフォローについてくれなかったと、これまた聞こえよがしに言っていました。私が同じ育休明けで定時に帰れるようにとか、あまり負荷をかけないように周りが配慮していることが気に食わないのかなと思います。ですが直接言わないのも腹立つのと、あと気分のムラがすごくて、機嫌いい時はそんなにというほどいろいろ教えてくれるので余計に嫌です。こういう人はどこにでもいるような気もするし、私の気の持ちようかと思います。人間って自分が得る機会がなかったかどうかって冷静に考えられず、他人が得してるのをなんか嫌う人っているんですよ。あれ、私は似たような状況で苦労したのに似たような状況で得してる人がいる。でも自分が得する人ができないから、相手の得してる部分を減らして、なんかイーブンの関係というかプラマイゼロにした気になりたいっていう、なんか算数ができない人が世の中にやっぱいるんですよ。そういう人が、まあこの人は多分その先輩っていうのは完全にそうだと思うんですよ。別にね、このコメントしてくれた人が苦労したからって自分が楽できるわけではない。で本当にそういう人って世の中多くて、でも機嫌のいい時はいろいろ教えてくれるっていう、なんかねメリットもまんま感じてるので、直接的にダメージがあること、迷惑をかけられてるのかな。まあまあ嫌味を言ってくるってことですよね。その人のね声色とかいっぱい録音して、その言葉をノイズキャンセルできるようにプログラムするのがいいんじゃないかな。その商品を AI 企業とかに提案して、似たような言葉全部、大抵ねそのオフィスで話される言葉ってまあまあノイズキャンセルしても成立すると思うんですよ。ルーチンワークもある程度あるだろうし、特にその人の言葉だけ、似たような言葉だけカットするっていうのが、その機能が生まれたらむちゃくちゃ商売になると思うんで、そこにしばらくちょっと注力してはいかがでしょうか。嫌な上司の言葉だけノイズキャンセリングできるアイテムは世界的に需要があると思うので、それをちょっと目指してみてはいかがでしょう。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまい仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか。仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので仕事に集中しましょう、はい、注意はされるものです。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。いやちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。なるべく自分発信しないっていう、責任を取りたくない。クイズと受験勉強の両立の仕方を教えてください。何のために両立なの。趣味ってこと。趣味だとしたら別に両立できるんじゃないかな。受験勉強の合間でやればいいと思います。両立っていうか受験勉強も大概クイズに役立ちそうですけど、どんな勉強知識であってもクイズってのはつながるものなので、何やっててもクイズの勉強になります。技術的なね押すタイミングとかなんかそういうのはちょっと違いますけど、基本的には両立できると思います。カズレーザーさんにとってプロフェッショナルとは、結局妥協できる人じゃないですか。もう皆さんそうおっしゃると思うんですけど、期限が決まってることで結果を出せる、でここは残念ながら達成できませんでしたっていうオミットする点をより上手に見つける人がプロフェッショナルなんじゃないですかね。よく言いますけど、やっぱアマチュアはね100点を目指す権利がありますけど、プロフェッショナルは納期までにどれだけ高い点数を作るかみたいなことですもんね。そういう意味で僕は全然プロ感覚はないです。仕事で周りの方に地頭もいいしよくやってくれると褒めていただきますが、自分では本当にそう思ってないし気持ちよく受け止めることができません。自己肯定感が低いのが悩みです。どうしたら自分に肯定的になるでしょうか。地頭がいいって言われてるってことは多分それはもう何でもない言葉なので、今日いい天気ですねぐらいの言葉なので、そんなに褒められてないと思います。そんなか肯定感を高める必要もないんじゃないでしょうか。受験勉強は独学でしたか。独学って何なんですかね。塾は行ってます。予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと、多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか。おい、なんで捨てたいの。いやこれはでも簡単ですよ。やっぱ今多分お家にいらっしゃるのかな、ちょっと分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったらその格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんでおすすめですよ。
ナンパはいいんですよ、本当にプライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってあのプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけどガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところがあって、かっこよくないじゃないですか。もうどんどんいろんな人に、街行く人に声かけてキャッチするって、それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はい、プライド捨てますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くとやっぱそういう経験とかしてたりとか、僕の中では共通点ナンパ上手な人はプライドないですね。高校生向けの一問一答お願いしたいです。あ、まあね、どっちがいいのか両方一応やってるんですけど、難しいのばっかりにしちゃうとね、ちょっとやっぱ本当に新聞幹部になるとも言われるし、あと俺もさすがに理系科目とかの高校だとセンターレベルとかでもあんま覚えてないのもあるので勉強し直さなきゃいけないですね。でもできる限りいろんな一問一答を作りたいですね。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月まるまる使えるんだったらさっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ僕も出たんですけど、結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が得るものは大きいんじゃないかなと思います。おこがましいですが、人からすごいとか羨ましがられるとか尊敬されないと自分の人生って価値がないなと思ってしまいます。立派な仕事をしているわけでもなく独身で、この先生きてて肩身狭く感じそうです。私の考え方って生きづらいですか？私の考え方って生きづらいですかっていうのは私に聞かれても困ります。はい、あなたが生きづらいって思ってるってことなんですよね、この文面から察するに。いや、それはもう頑張って、じゃあその欲求を満たすものになるしかないと思います。人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても気づいてしまいます。鈍感になるにはどうすれば、どうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで、何か仕方しても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。一方的に言われたりするととっさに冷静に言い返せなくて悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか、ね、もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とか、なんか社会的に上下の関係があるんだとしたら言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います、ね。安藤夏の相方に選んだ理由が知りたいです。ほう、事務所でもう勧められたんで、あと事務所クビになりたくないっていうのもあって、あとまあこれなんか形が見えたんでっていうのが大きな理由ですかね。就活が本格的に始まり、コミュ力経験値スキルが他社より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます。人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか。劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれをね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので、劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだから、それはもう自分のせいなんですから、劣っててもしょうがないです。で、優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なので、そこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことは、まあ、多分大学生だと思うんですけど、受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方法は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修でね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、まあ、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っ掛けクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないです、あれは。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、あの基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってるんだから。
相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは自分からある程度のことをやってるんだからこれぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんです。そんでそれがギブがなんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。20歳です。人が怖くて働くことが苦手です。フードコートや学校での集団行事バイトなど人がたくさんいるところでは怖くて相手に目を合わせられず手が震えてしまいます。今後30代40代50代となって働かず親の金だけで生活していくのはとても惨めで自分を許せません。どうすれば生きていけますか。家で一人でお金を稼ぐ方法を頑張ってください。集団行動しなくてもお金を稼ぐことはいくらでもできます。本当に苦手なんだしょうがないですけどでも克服できないレベルなんだったらまあそれしかないと思いますね。YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですがこの恋叶える未来ってありますか。ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど基本的に YouTuber ってみんな頭いいのでファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる年間数千万スパチャしてくれるとかもしくはなんか同じような職業をやってるとか会社経営してなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限りファンはファンなのでガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる 何百万人っている数字の中の一つでしかないので絶対にかなわないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。高圧的な人明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります。何々だから何々だと思いますがなどと言えるようになりたいです。なぜかは分からないのですが稀に言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんでそういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもなんない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いやもう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで正論で注意しても多分聞かないんですよ。でそういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうからいや口答えしない方がいいと思いますね。大学を休学することについてどう思いますか。したらいいんじゃないですか。来年から大学院に進学するのが確定しちゃってるんですが今現在卒論に対してかなりモチベーションが低下しメンタルも崩壊しかけています。自分としては学部卒はしておきたいと考えているため今年はどうなってでも卒論を頑張ろうと思うんですが来年以降やっていけるかわからないです。やっていけなくなったら大学院休んだらどうか。卒論はとりあえずもう書くって決めてるんですもんね。もうそれでどうですかね。学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか。学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わらないんじゃないかなと思いますね。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですがその後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。私は息子の将来に大きな期待はなく生活しているしていける職業につき幸せに暮らしてってくれればいいなくらいにしか思ってないですが最低高卒はしてほしいですしせっかく受かったのだから物事をやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが進級できなくなるのは困るのでどうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで多
多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校を受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時にやっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんなが同じレベルなんで進学校って、やらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれても全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼれるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がらないんですよ。いやもう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですかね。でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。差があってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。現在無職です。親には専門家大学には行きなさいって言われてて、私もどっかには入らないといけないなとは思っているんですが、現実的にできることでやりたいことが何もなく、毎日絵と YouTube しかやってないです。もともとは声優を目指してはいたのですが、親に絶対になるなって否定されてから何も見つからないです。ここから先が何も見えなくて不安です。どうすればいいでしょうか。毎日絵やってんだったら絵で食えばいいんじゃないですか。副業的に今絵はお金に変わりやすいと思います。さっき AI の話が出てきてクリエイターの価値が見直される時期になってると思うんですけど、でも実際に絵を描けるっていうのは一個の能力なの で絵が描けた方が AI にどういう指示を出したらいいかとかはやっぱ学びやすいと思うので、すごい潰しが効く能力です。頭の中の理想像を二次元に起こすっていうのはやっぱすごい能力なので、絵を描き続けたらいいと思います。あとは絵と YouTube やってるんだったらね、おじいちゃん先生じゃないけど絵教える YouTube どうですか。もっともっと初心者向けのこと教えてほしいんですよね。すげえスキル見せるのもありなんですけど、投資系のビジネス系のね YouTuber とかもそうなんですけど、めっちゃ儲かってる話か誰でもできる入り口の話がやっぱ需要はあると思うので、そこそこの人のそこそこの話ってやっぱ一番ねその人の人間的な魅力でしか勝負できなくなっちゃうので、やっぱすっごく入り口なところをやったらどうでしょうかね。まあでもそれでも収益化するのはなかなか大変だと思うんですけど、何も やることないんだったらそれがいいと思います。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。私はやりたいことや楽しいと思えること、ものなどがありません。何に対してもあまり興味が持てません。仕事行って帰って同じルーティンの生活をして、ただなんとなく同じ毎日が過ぎていきます。はこのままで生きていていいのか分からなくなります。え、最高の生活じゃない。ご飯食べても美味しいと思わないですかね。なんとなく美味しいもの食べて、なんとなく涼しい部屋で、なんとなくゴロゴロできたらそれでいい気がするので、なんか満点に近い生活をしている気がします。 iPad Pro 買いたいのでぜひお金ください。あげようかな。何に使うんだろう。めっちゃ面白いことに使ってくるんだったら全然お金あげたいですけど、普通にあったら便利ぐらいだったら冗談じゃないですよね。そのプレゼンをしてほしいですよね。勉強勢がちょっとなんか歪んできて隙間にちょうどあるのが iPad Pro なんですよとかだったらめっちゃ買いたいですね。1歳8ヶ月の子供がいるパート主婦です。特に何の資格もなく在宅で週3日パート勤務しています。本当はやりたいことを職にしたい気持ちはあります。2年前に日本語教師の講習を受けましたが、試験勉強に身が入らず検定は取れていません。勉強時間確保の方法や日常的に天に触れられるようにすればどうしたらいいでしょうか。勉強に身が入らなかったのか、多分今の状況だと余計資格を取るのは難しいと思います。今本当にやりたいことがそれなのか、ただ今の週3日パートっていう状況が
納得いかないから別のことをやりたいことっていうんで憧れてるだけじゃないのかっていうのを一回考えた方がいいんじゃないでしょうか。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですがおすすめのバイトありますか。どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方法した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。海外で仕事するならどんなことしますか。今のところ日本でやってるこの仕事がすごい楽しいんで同じことしたいなと思うんですけど、今の仕事は海外でね全部なくなっちゃうからやることないな。海外行ったら仕事したくないですね。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。レゴとか作るといいと思いますけどね。悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。嫌なことがあったり誰かから嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか。いや記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ、確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるってのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。何をするにもやり始めるまでが長いです。どうしたら行動が早くなると思いますか。答えていただけるとありがたいです。この文章にしても、どうしたら行動が早くなると思いますかの文章だけですよね。冗長ですよね。そういうところじゃないでしょうか。全てから逃げたいと考えたとき逃げることはできますか。その方法を教えてほしいです。どれぐらいのことなんですかね。そのもうこの世から逃げるとそういうことなんですかね。それはあんまりお勧めしないです。でも普通に会社辞めてその辺ブラブラするとかでもだいぶ逃げられることは多いと思います。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんでだらだらしたいですけどね。先延ばし癖が治らず、課題などもギリギリまで手をつけずにいつも徹夜で終わらせてしまいます。だんだんと、以前は間に合ったのですが、だんだんと間に合わなくなっており危機を感じております。先延ばしを直す癖は、先延ばし癖を直すいい方法はないでしょうか。一回大目玉食らうのがいいんじゃないですか。そうしないとなかなか人間ね、思った以上にアホなので学ばないですよね。でもなんか確かにね、ギリギリになってもなんとかなるってのもありますからね。そのヒリヒリ感を楽しむのがいいんじゃないですかね。で一回やっぱ怒られるのがいいと思います。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね。なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。
今だってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが 焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、頑張っ今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。まあでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ねどっちろ あの時ああしたきゃよかったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。自由な時間が比較的多い大学時代にしてよかったこと、今大学生に戻れるならやりたいことがあれば教えてください。しておいてよかったことは夜更かしですね。やっぱ本当にパリピとか陽キャみたいなことってのはしといた方がいいと思います。年齢とともに本当にシンプルにできなくなるので、大学生に戻るならやりたいことがあれば教えてください。やっぱもっとちゃんとテニスサークルみたいな生産性のない騒ぐための活動をしとくべきだったなと思いますね。何歳まで行きたいですか。いやまあ500は行きたいですよね。とりあえずアイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか。プリになってるところ見たことないので気になりました。いや結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。